こんにちは、バリカンです。今日はどこに来ているかというと、甲府市太田町の稲積神社で行われている正の木さんに来ております。この正の木さんは大神さん、薬師像と並んで甲府三大祭りと言われている有名なお祭りです。毎年5月2日から5月5日の期間、五穀豊穣を祈願して、ここ稲積神社で行われているもので、江戸時代から続く歴史あるお祭りなんです。はい、稲積神社ですと言っても、ちょっと早く来すぎてしまって、お祭りはまだ始まっておりません。始まるまでまだちょっと時間があるというので、恒例の神社の歴史を簡単に紹介いたします。起源はですね、主人天皇の約2000年以上前ですけれども、甲府盆地がまだ湖だった頃に、竹が川分けの命がその湖水を切り裂き、富士川に流して田園を作りました。そして五穀豊穣祈願のために甲府の丸山に奉祭したのが起源と言われています。丸山っていうのは、今の甲府城があるところですね。甲府城ができる前は一条小山と呼ばれて、今もお隣にある一蓮寺とともに、そちらに稲積神社ありましたが、1590年頃の甲府城築城に伴って、こちらの太田町にご奉仙されたということになりますね。御祭神は、まあ、お稲荷さん、稲荷の神の別名とも言われる、歌の御霊の神と、それにお仕えしていたと言われている大宮の目の狼、こちらが二柱になります。まあ、ですから稲積神社は正の木稲荷大明神とお呼びするんですね。ちょうど2000年ぐらいの歴史というと、金桜神社と大体起源は同じぐらいですね。本日の5月2日は、県北さやかきりに、夕方には、ね、前夜祭が行われます。3日には、例大祭で、あとで、神与峠もあるんですけれども、おみこしは、まあ、昨今の事情で担ぎ手じゃなくてですね、お車に乗っての峠となるそうです。で、4日には二の祭、そして5日の最終日には三の祭、夕方になりますと、成就報告祭がございます。5月2日から5日まで開催します。私も正の木さんと呼んでおりますが、正式には正の木祭りとお呼びいたします。ご神事は毎年行われているんですけれども、タイトルにある通り3年ぶり、こちら露天と植木市が開催されるということで、続々とお客さんが入ってきております。私もね、子供の頃から正の木さんというと、この露天が楽しみで仕方なかった思い出があります。ここの稲積神社とお隣の、先日リニューアルしたばかりの有機公園、ここで、露天と植木市、開催されます。さあ、5月2日10時になりました。お祭りが始まりました。この道は5月3日から5日までは、交通規制になるそうですが、今日はしておりません。なるべく全部の露店を移したいと思います。
方ですね。博多の、博多のね、名物なんですけど、博多のお好み焼きみたいな感じの、あ、違うんですよ、ま、あのね、博多の名物なんですけど、博多の巻き方とまた違うんですよ、関西の巻き方にしてるんで、関西風箸巻きになってる。あれ初めて見た。はじめ箸巻きなんですよ。博多のは薄いんですよ、関西風のは太くなってるんです。なかなか北上して来ないからね、博多だから。よく続々と山梨までいらしていただきました。ありがとうございます。はい、今回は稲積神社の正の木さんご紹介しました。3年ぶりに露天や植木市もありますよ。皆さんぜひお越しになってください。はい、このチャンネルではこうした甲府のさまざまな魅力をこれからもお届けします。嬉しかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。バリカンでした。